はい、皆さんどうもこんにちは、ゆうごくチャンネルまーです。で、今回ですね、ご紹介させていただくのはですね、スローなキックボクシングフィットネスコンビネーション編第2弾という形でですね、やらせていただきたいと思います。でね、前回とかもちょっとね、スローなキックボクシングフィットネスってね、1弾とか載せてるんですけど、基本的な構えとか気になる方は、そちらの方ぜひ見ていただけると分かりやすいと思います。もちろんこの動画だけでも全然動きの方分かりますし、コンビネーションなので、本当全身くまなく使いますので、とても効果的です。で、スローなので、結構ゆっくりした動きで全身運動なので、誰でも簡単に続けやすいと思います。では、ですね、コンビネーションの方説明させていただきます。最初ですね、ジャブ、ストレート、フック、左フック、右フックっていう形ですね。ワン、ツー、フック、フックです。で、その後ですね、ジャブで右のアッパー、左アッパー。これ2セット目ですね。で、3セット目が右のミドルキック。で、4セット目、左のミドルキックっていう形でですね、1分間で、ベストは10秒で4セットやらせていただきたいと思います。では早速一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。ワンツー左右のフックです。効果は腕、お腹、肩周りです。まっすぐまっすぐ、横横という形でゆっくりどこが動いているのか確認しながらやっていきましょう。顔は前に固定したまんま、少し胸を張り、体を旋回させる形でやっていきます。残り30秒です。頑張っていきましょう。疲れる方は途中途中休憩しながら行ってください。フックは少し腕を下げた位置から肩のラインで横に回していくと効果的です。1セット目お疲れ様でした。10秒ゆっくり呼吸を整えてください。では2セット目やっていきましょう。ジャブ、右アッパー、左アッパーです。効果は腕、肩周りです。アッパーを打つ時に腕を下げて肩がそちらに偏ってしまうので、肩を平行にしていただいて腕を振り上げていただくと効果的です。腕の角度は90度ぐらいでロックしたまま、そのまま持ち上げるようにしていきましょう。残り30秒です。頑張っていきましょう。だんだん腕が下の方に下がった状態で構えやすくなってしまいますので、常にちゃんと上げていきましょう。2セット目お疲れ様でした。10秒ゆっくり呼吸を整えてください。次は右のミドルキックの動きになります。効果はもも、お尻です。左足を斜め前に踏み込み、右の足をまっすぐ上げながら左足を回して横に旋回させます。この時体のバランスは真ん中で保つようにしていただいて、体を回して蹴っていきましょう。残り30秒です。頑張っていきましょう。蹴っている時に蹴った方の足の手を少し下げながら足を上げると足が上がりやすくなります。腕を振ることで下半身だけでなく上半身も使っていきましょう。3セット目お疲れ様でした。10秒ゆっくり呼吸を整えてください。次が最後になります。頑張っていきましょう。最後は左のミドルキックの動きになります。効果は右足同様、ももとお尻になります。
右足を左足より前に踏み込み、左足をまっすぐ上げながら右足を少し回して横に蹴り込んでいきます。こちらも右足同様、真ん中でバランスを取り体を旋回させるようにしていきましょう。ラスト30秒ですね、頑張ってください。こちらも右足同様、蹴り上げるときに左手を下げながら足を上げると足が上がりやすくなります。足が上がりにくい方は低い位置でやっていただいても大丈夫です。ラスト10秒です、あと少し頑張ってください。お疲れ様でした。どなたでも続きやすい動きになっていると思います。この動画を見てぜひ続けてみてください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。